ポール・バードは MLB の右投げ右打ちの投手。アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビル出身。1972年にケンタッキー州ルイビルで生まれ育ったバードは周囲がアメリカンフットボールやバスケットボールをしている中、野球ばかりやっていたという。シンシナティレッツのファンでジョニー・ベンチに憧れていた。高校卒業時の1988年。 シンシナティレッツからドラフト13巡目で指名されたが、ルイジアーナ州立大学へ進学。大学では3年連続でカレッジワールドシリーズに出場し、1991年のドラフトでクリーブランド・インディアンスから4巡目で指名され入団。1994年11月18日にトレードでニューヨーク・メッツへ移籍。百九十五年七月十八日に メジャーデビュー。メッツでは2年間所属し、すべてリリーフで55試合に登板。1996年11月25日にアトランタブレーブスへトレード移籍し、1998年8月14日にウェーバー工事を経てフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。1999年に先発ローテーションに入り、15勝を記録。二千一年六月五日に、 ホセサンティアゴとのトレードでカンザスシティロイアルズへ移籍。バード独自のワインドアップ投法を取り入れた2002年には17勝を記録。シーズン終了後、フリーエージェントを宣言したバードに対し、投資再編を迫られたアトランタブレーブスが2年総額1000万ドルを提示して獲得。2003年のスプリングトレーニングで1イニングを投げた時点で右肘に違和感を覚え、 故障者リスト入り。その後、トミー・ジョン手術を受けた。2003年は、全球、2004年も19試合の登板で8勝7敗に、とどまった。ブレイブスでは、期待外れの成績に終わったが、グレッグ・マダックスらメジャー最高の先発投手やレオ、マゾーニーと出会い、コントロールの大切さを学んだという。2005年は、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムで12勝11敗を、上げ、 2006年からは、フルスのインディアンスでプレー。2007年は15勝8敗を記録したが、ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズ最中の10月21日に、サンフランシスコクロニクルがパードが2002年から2005年にかけて成長ホルモンを使用したことを報じた。パード本人は、目的は脳下衰体腫瘍の治療のため、医師の管理のもとに使用したと使用を認めた。 12月13日に発表されたミッチェル報告書にバードの名前が記載された。そして2008年8月12日に後日発表選手との交換トレードでそのレッドソックスへ移籍した。2008年7月1日には著書フリーバードが発売された。バード自らがクリスチャンとして成長してきた過程が綴られ、元チームメイトのジョン・スモールツが序文を書いている。 2008年シーズン終了後にフリーエージェントとなったバードは2009年1月14日に家族と過ごすため開幕時はどこのチームと契約しないことを明らかにしプレーする場合はシーズン後半に契約することになるだろうとの意向を示した8月5日にレッドソックスとマイナー契約を結んだ8月30日にメジャーへ復帰同日のトロントブルージェイズ戦で 先発投手として6回を無失点に抑え、復帰戦を勝利で飾った。ありがとうございます。